検証院、検証院、検証院、百五十七年、工事三年から六百十七年十二月三十一日、現那三年十二月四日は、戦国時代から江戸時代にかけての女性で、土佐国土砂藩初代藩主、山内和との性質である。本名は、千代とも、松とも言われるが、定かではない。夫に馬を買わせるために大金を差し出した話や、 傘の糸口文などの様々な逸話で知られ、両妻賢母の見本とされる。正式な方法は、検証因伝かつ位相称流大師。出自は、諸説あり、関西重修諸家府の山内氏系府によれば、浅井氏家臣の若宮智之の子である説が有力と、されており、大見国井村、現在の滋賀県前原市藩で生まれたとされている。この説では、和ずの母が、 新村のあるウカノの長野氏のもとに身を寄せており、近隣の娘たちに縫い物を教えていたが、その中に若き日の検証員がいて、目に留まったとされる。その一方で、岐阜県郡上市のジオンが所蔵する身の郡上八万、城主、遠藤氏の系図に、東上縁の子孫である遠藤森一の娘が山内和と吉津であるとの記載があったことなどから、遠藤森一の古説も有力になってきている。 また、検証員が、遠藤森一の孫、遠藤良種を、三内家に主観させるよう言い残したことも、森一の古説の根拠である。さらに、安藤森なり、一豊の姉、通りの夫である、安藤豪氏の二位の娘説や、同じく、美野の豪族である、不破茂のの妹説もある。検証員の名には、千代と松の二通りがあり、松の名は、内地にした、若宮智之の娘、 お松、ご両人に宛てた、浅い長政の安度状が存在することによるが、この松は、和ずとよではなく、山内鹿臣の後藤試重に嫁いだとされている。しかし、結婚後千代と名を改めた可能性もある。一方、千代の名は、口述する新井白石が、反感府に記したエピソードに出てくるが、こちらは、和ずとの養子となった。 山内忠義の実母の名と近藤とも言われ、定かでは、ない。他にも、従義の父で風豊の弟である安豊の五歳名、九院が、千代であったとする説もある。山内家には、あず上演筆古今集はじめ、あずま屋から伝わる貴重な古今集がいくつかあった。これらは、検証院が、隠居の再建にも携えてきて愛用した和歌集だったが、死去にあたり、養子のと佐藩集。 山内忠義に慶の邸宅ともども片身として、渡すよう、養子の湘南集家を通じて遺言したものである。またその後、湘南は遺品の講箱やビロードなども忠義に届けさせ、自らは検証院の隠居料宣告を依存された。また、日頃から古今集や連れずれ草などを読み、書も巧みであった。和ずとよ夫妻の有名な逸話として、検証院は、常山治団による、 嫁入りの持参金、または、へそくりで、夫、和豊の欲しがった、名馬、鏡栗毛を購入し、四君、織田信長の馬揃えの際に信長の目に留まり、それがもとで和豊は加蔵されたと言われる。この逸話は、半官府、旧宗小説、常山治団の三つに記載があり、半官府には、検証員が、鏡の箱の底より、黄金十両を取り出しまいらすとあり、 父からもらった金とされている。馬に関しては、東国第一の馬と記載されている。一方、旧装小説では、金子一枚、十両を大盤一枚のこと、つまり十両とあり、母からもらったとされていて、馬売りを仙台より馬売りに参り行こうと表現している。常山治団では、父からもらった金を差し出したとある。また、どこで馬を手に入れたかについては三つとも、 安土城下とあり、馬揃えの時期に関しては、天正九年、1581年2月28日と、ある。しかし、この時期にはすでに数と世は2 0国取りであったため、馬を買うために重量出せるゆとりはあったはずなので、おそらくはもっと早い時期に行われた馬揃えの話で、安土ではなく、当時の地行地である、東国から近い木の元の馬市で、 検証員の出した金子で馬を買ったと考えられる。ちなみに、当時の重量は約120万から160万、または210万と言われる。また、天章大盤の金の量を現在の取引相場に当てはめて換算した場合、1グラム1500円、大盤1枚25万円、10枚とすると250万円である。しかし、 報酬院伝結書書や長野家結書書には金を出したのは母の報酬院であるとされ、また三内科の資料にも検証院が金子を出したという話はない。また、検証院が鏡の箱から金子を出す話については、反カンプ偏社の荒井白石でさえ疑問視している。これは、現内予年に検証院の画のんが書かれた折に、打破行況という言葉が用いられてお、 公共とは、縁魔の蝶で、亡者の生前の善悪の諸行を映し出す。鏡のことで、それを打ち破るほど仏との縁が深かったとされ、そのため鏡にまつわる伝説ができたとも、もともと、高知の方言には、女性のへそくりを表す。朝こけぜに、おこげぜにという言葉があり、そのような土壌でこういう話ができたとも言われている。その後、賢少院の伝記は、家制度の道徳である。 両妻剣母と結びついていき、第二次世界大戦以前の日本において、県彩のモデルとして、高等女学校の教育に採用された。他にも、和豊トヨの築城監督の経費を出すために、髪を売ったという話もある。しかしこれは、髪を売ったその金額より、夫のために女性にとって、大事な髪を売ったことの意味の方が大きい。馬を買った金は、 当時の婚姻の持参金である化粧料とも言われている。これは、妻の私有財産で、利縁の際などに必要とされる経費に使われたりもしたが、検証員は、その当時の武士にとって、馬がいかに大事であるかを心得ており、そのために夫に自分の化粧料を使ったのでないかとも思われる。戦国時代の武将夫妻は、共同経営者のような形で家を盛り立てていたため、 内助の孔という言葉は当てはまりにくいとも言える。内助の孔は、夫が外に出、女が家を守るという考えが浸透して、後のことであり、戦国時代は、男の出世は、妻次第とまで言われていた。この時代の大名を経営者と見た場合、大名夫人は共同経営者であり、和豊夫妻は、その意味ではまさにパートナーシップを確立していた。 大島聖子によると、名和購入炭は江戸時代になってから作られた話であると断定している。歴史の事実としては存在しなかったとし、山内家の伝記に購入炭が記述されていないのは外部で作られことの証明としている。購入炭の根拠となった資料は見つかっていないのが現状である。検証院についての同時代資料は極めて少ないからこそ、 購入ンが作られていく素地があったと言える。芝良太郎の光明が辻では、ご福将から空売りの歯切れを買い集め、縫い合わせて作った小袖を、市中で人に配り、また、北万所のために縫った小袖を樹落台に飾っていたところ、御用税天皇から褒められた、というエピソードが出てくる。この小袖については、伝承がない。おそらく、 柴は、高知市民図書館像の、広本検証院記の、夫人は、長浜在場の折、空折りの巻物の小切れを集めて、小袖を縫い、それが秀吉を魅了して、樹落台において、人々に見せたとある記述をもとに、これを書いたと思われる。他に、マスを裏返して、まな板として使ったとも言われる。このマスは、文化三年。 1806年、検証院が祭人となった藤並神社に神体として奉納されたが、第二次大戦で消失し、現在は土佐山内家宝持資料館に、その複製が存在する。一方で、和豊の母法修院もマスをまなナ板として利用したと言われており、法修院が出家後空居していた大見坂田軍、宇歌野村、現在の米原修賀の長野家が所蔵している。このマスと、 検証院のマスには類似性があると見られている。他に、カズトヨが家康の神杉すぎ攻めに従軍していた折、千代に届いた石田三成の挙兵の知らせの書状に加え、家康に忠誠を誓うように促した手紙をしたためて、ふ箱に入れ、田中孫作を通じて、カズトヨに届けさせた。また別に、ふ箱の文を開封せず、家康に届けるようにとの手紙を完全寄りにして、 孫作の傘の糸口に寄り込んで届けさせている。この起点により、家康は三成の挙兵を知ることができ、また、検証院の手紙は陣中を活気づけた。この密書の通り、和豊とよは、不箱の笛を解かずそのまま家康に届けさせ、これに気を良くした家康が、関ヶ原でめぼしい働きがなかったにもかかわらず、和豊とよを、土佐一国の主にしたとも言われる。 和豊トヨとの間には、一人娘のヨネが生まれたが、長浜自身により溶接した。それ以降は、夫妻は子供には恵まれず、捨て子を拾って育てた。この子が後に、明神寺で修行を積んだ湘南集家である。湘南は、長浜城下で拾われたと言われるが、ヨネ姫の供養のための明神寺参りの門前、あるいは三内家の京都屋敷で検証院に拾われたとのこと家もある。 また、三安万筆では、和豊の隠し子としている。四次にすることも考えたが、捨て子ということが知れ渡っていたため、家臣の忠誠を保てないという信言から、十歳で、京都の明神寺に入れられた。和豊は弟、安豊の子、忠義、陽明、国松を、土佐山内館後目用子にしていた。検証員は夫、和ズが、慶長十年、 1605年秋に死去すると、安豊に忠義を貢献させて、半年後には、土佐を引き払い、湘南州家のいる京都の明神寺近くに移り住み、湘南州家と再会を果たす。全国の隠居料を得て、そこで余生を過ごした。この上落には、和豊の妹が、京都書次第、前田玄院の家臣、松田正幸に嫁いでいたこと、その正幸が、 和豊のもう一人の妹の子を養子としていたことなどや、和豊が妙心寺に、達中の大通院を起こしていたり、中義の婚礼の際に夫婦揃って上落していることなども、主な理由として挙げられる。検証院は隠居後上落しても、豊臣、み、徳川両家に対してこまめに働きかけた。養子中義に、無料を今占める、手紙の中で、 徳川幕府への忠誠を忘れないようにと悟し、同じ手紙の中で、高台院に、土佐のサザンカを送るようにとも書いている。晩年は、母から送られた、古今和歌集、連れ連れ草などを熱心に読んで過ごしたとされる。死去に際しては、修家が、その最後を見取り、本人の遺言により、漁師箱や所有している、和歌集が、山内忠義へ送られた。これらの和歌集は、 後に幕府に献上されている。現名三年、1617年、山城国、京都で死去。去年六十一、九しくも夫、和豊の去年と同じ年齢であった。和豊の墓所は、高知県高知市の三内家墓所。湘南和尚のいた京都明神寺に、山内和豊夫妻の病所がある。その後湘南は、官営十、1633年、 検証院の十七回期にあたり、京都に検証閣を設けた。そして、義母の恩に報いるため盛大な法事を行った。なお、和ズよ、ヨ、ジ夫妻にちなんだご当地サミットが、夫妻にゆかりのある、滋賀県や愛知県、岐阜県、高知県などで開催されているが、そもそもは1994年、平成6年の掛川上天主格復元に伴って、 待ったもので、呼びかけ人である、当時の掛川市長、新村純一によれば、老人の身から、土佐国主にまで登り詰めた、和豊の足跡を見ることで、町づくりや、人づくり、歴史教育や、都市間の交流に役立てるのが、狙いとされている。これにより、巧妙が辻の、大河ドラマ家屋郡上八万条近くの、和豊夫妻と馬の像の建設も実現した。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。